おはようございます。はい。あ、寝てました。おはようございます。おはようございます。抹茶かね。カネルイです。おはようございます。こんなカスカス声の待ったかねがあったでしょうか。見ようと思ったのに。うん、失礼しました。昨日は何時ぐらい寝ましたか？ 3時過ぎですね。あの相撲の練習してました。相撲、あ、例のね、ホロライブのゲーム大会のやつね。起きようと思ったのに。あ、もう起きて準備して待ってようと思ってたってことですね。そうです。あ、もう完全に起きれなかったです。いや、まあでもあのこちらの企画の趣旨としてはこの寝起きボイスを聞けるっていうのもね、貴重な機会なので、はい、あ、すごいカスカスだったんですけど大丈夫ですか？まあ、あの寝起きボイスは総じてカスカスです。あ、よかった、よかった。よかったのか。よかったのか。今は何を着てる？寝巻き状態？ワンピースです。あ、ワンピースね。はい、何色のワンピースを？白に猫が描かれてます。かわいい。すごいかわいい寝巻きのワンピース着とる。ちょっとギャップ萌えですね。はい、ピケさんですね。あ、なるほど。ピケさんです。ピケさん。あー、例のなんとかピケってやつですね。はい、なんとかピケさんですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。起きてました？起きてました。起きてたんだ。やっぱりちゃんとしてるな。でもちょっと眠くてちょっとカスカスだ。やばい。大丈夫ですよ、そのカスカスも醍醐味なんでね。おはみよう。おはみよう。ありがとう。2人で話すのって初めてだよね。初めてかもしれない。うん。しかも実はデビュー時期がほぼ同期なので。そう覚えてる。だから、うん、リオちゃんがすごい、うん、シラ同期だよねって言ってくれたの覚えてる。うんうん、いや、そうなんだよ。ツイッターとかでね、言ってた気がする。なんかずっと遠目に、ずっとなんか今まで話せずに来てしまったり、うんうん、いやね、ここに来てね、あずきちゃんがね、ホロライブに所属したということでね。そうでございます。はい。でもあれだな、普通の他のホロライブのメンバーよりだいぶまともな生活を送っている感じがするな。そうなのかな。うんうん、だいたい夕方に起きるメンバーが多かったりするもん。夕方今から寝るってことか。あ、まあまあ、そうですね。今から寝るのか。そういうノリの方が多いんじゃないかと思います。ホロライブをもっと知っていかないと。でもあの悪い文化ではないと思う。染まらなくてもいいと思うけどね。今パジャマですか？あ、パジャマ。なんかね、うん、起きて今、うんうん、こう椅子に座ってちょっとうとうとってしながら体育座りして今パーカーかぶって。あ、そんな感じなんだ。もうでも二度寝しろって言われたら二度寝できる感じ。あ、できそう。できそう。なるほど。ちなみに何を着て？ワンピースの緑、うん、なんだ、緑、ミント？ほうほう、色のなんかウサギが書いてあるワンピースみたいなのを着てます。かわいい。おはよう。おはようございます。なんかあ、ちょっと待って。何？あれ、なんかえ、水音が聞こえるんですけど、ちょっとあれ、おかしいな。じゃあ、湯船使ってました。お風呂配信じゃねえかよ。ちょっとさっき配信で気持ちよくなって、汗流しちゃったって。まさかの人のチャンネルでお風呂 ASMR すな。言った。今日皆さん起きました？ちょっとみんなエッチじゃんじゃないのよ。もうエッチじゃねえわ。おかしいやろ、お風呂からこんな。
はい。めっちゃお風呂、水音が。ディスコードのさ、アイコンがさ、わかんないこと言うな。そう、あの、ポルカのね、ディスコードのアイコンはね、喋ると吐くようになってるからさ、匂うようになってるからさ。そう、喋るたび、今さ、喋るためにさ、ポルカがさ、口から水吐いてる動画が流れてる。今日は皆さん起きたんですか？やはり。あ、全員ね、起きてました、今日は。昨日もは？昨日も起きてましたね。ミオショは？あ、なんか、ちょっと面白みが、ちょっとまだ、あれですね、欠けてますね。そろそろ誰か爆睡してほしいところですね。あまり、うちが寝坊すると、ちょっとまた、桜みこしに、言われてんだね、なんか。そうなんです。一年間、桜みこしをエリートと祭り上げなきゃいけない。恐ろしい。呪いが。その呪いは嫌だね。え、じゃあ、っていうことは、朝みこが始まるってことだね。朝みこって。朝みこ継続力はないと思いますけどね。多分ね、一日目も爆睡だろう。明日こそ誰かやらかしてほしいですね。そんなこと言っちゃっていいんですか？なんでですか？いやー、まあね、まあでも、うち自身にもちょっとフラグがね、自信持ってください。何年やってるんですか、これ。もう、まだ2年目ですけどね。人生リセットボタンポチーン。人生リセットのダンプチー。